はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビット R の続きを行いたいと思います。今回は3位筑波大学ですね。やっぱりの能力高いですね。厳しいタワミラージオを勝ち試合としてステージ愛かなーっていう気がします。まあ最もタマミラジオも引き分けでなんで、前半戦はそうは簡単にはいかないですけどね。これを見ると3位、一昨年の優勝チームですからね、やっぱり強豪なのは間違いないです。弥生っていう選手がいますね。これで1000万なんかよ。めちゃくちゃいいな。奪い去りたいです。ということで、公式戦。ちょっとこれステージ愛にします。ステージ愛にするかな。ヒラリーってどんな選手？ヒラリーよりはヤンを起用ですね。ミオがいて、サツキがいる。サヨ。そうだな、マドカ。マドカいいですね。マドカはまだ落ちて。ヒラリーはちょっと、一周休ませて、カルメン。ここは綾香と交代。リオもいますね。というわけで、これで、といっても、だんだんと、戦力差っていうのは埋まってきてるんで、そんなに変わらなくなってきてますけどね。ということで、今、深夜ですが、ラーメンを食べようと思ってます。ラーメンじゃない。カップうどんだ。なぜか勝率は上回ってるんですよね。本当？いくらホームでもね、そんな甘くないと思うんだけど。さあ、キックオフです。今出ましたね。さあ、これをエースコックの、北海道産昆布使用きつねうどん、スーパーで100円で売ってる、スタンダードなきつね縦型カップきつねうどんですね。美味しい。うん。ただ、塩味がちょっと濃い。惜しかったな、今。お、ちょっとやばいぞ、これ。ジャネットが防ぎました。ここですよね、窓か。おっと。これ、コーナーキックになったんですね。荒い。さあ、窓か、あと飛び越えるか、やん、惜しい。今は良かったですね。確実にボールを取りに行ってほしい。
右ですね。右外れました。確実に課題が増えていきます。その間にも。やっぱりスタンダードですよ。おーっと。通ればチャンスだったんですが。今どうなんだろう。おっと、早くも窓かと。みゆきが疲れてますね。萌に変えましょう。ヒラリーかな、ムサチコだろうな。セツコも疲れてんだ。もう、ミホに変えましょう。早めに手は打っときたいですね。これで、交代枠を一気に使い切ることにします。なので、もう後半です。昔プールで食べた、発泡スチロールに入った、カップうどんを思い出すんですよね。ファールか。350円ぐらい。プールの途中で、そこで食事ができる感じの。カレーなんかもあったんかな。チャンスですよ。気がつけば。ファールじゃなかったんだよな。合気道。お、危ねえ。さあ、これでコーナーキックになります。いいコーナーキックか、遠いか。遠いですね。必死のクリア。まあ、引き分けなら儲け物かもしれない。ちょっとだんだんついていけなくなっていたきにコースが抜けられた。うわー、ですよねー。やっぱり強いわ。ぐるっと回ってっていう決めたっていうのはありますよね。この決定力、テクニック、確実性。ミホ、上がっていく。センタリングだ。ファールか。なかなかシンプルです。ボールは結構と、あ、ちょっと肩へ息して、してますね、クラリスが今。逆に上がった、そこには7個が。そーっと速攻で決め、速攻で上げられてしまう。うまい、うん、誰だ、萌えだ。クラリス、あー、ボールがどんどん前後に動いていきます。まだ死んでないですよね。広岡も反応してます。試合終了ですね。ここでいや、これはわずかに外れてしまう。スクワーガーもチャンスを取って奄美。これもすごい強烈なシュートでした。引き続き奄美、かなりのロングシュート。逆にここに緑に届けばチャンスあったんですが、ユーナキーパーパンチング。この効果は簡単に抜けられてしまいます。危なかった。そう、ヤンが防ぎます。さらに板垣攻防が続きます。その直後、板垣に渡ってジャネット抜かして
確実ですね、これが。ジャネットを対応するんですが、抜け合えてしまってバンジー救世した。ボールを支配率もまあ、でもシュート、ボールを支配率、すべての面でやっぱり相手の方が強いですね。ということで、はい、課題を3ついただきました。つい負けが上回ってしまいましたね。ただ、順位は6位のままです。もっとも5位までは9点差になっちゃいましたよね。上位が遠ざかっていきます。気がつけば富山ミラージュが真後ろ前もう迫ってますよね。これはありがたい。さあ、ストレッチをして、練習場でストレッチを行っている選手です。次の富山ミラージオ戦はもう翌週ですからね。きっちり体調のいい状態で仕上げていきたいとこですね。今こんな状態、なかなか、ただ B や D 以下が減って逆に B 以上が結構増えてきましたね。本当な、そうそう選別やった方がいいかもしれないですね。いい選手がいれば交代必要なく、予備の選手も一人ぐらい戦えるわけなんで。はい。というわけで、まあ、シーズンオフに関してその辺の選別も必要になってくるかと思います。はい。というわけでですね、今回は、残念ながら、筑波大ガマは強い、負けてしまいましたが、次の富山ミラージオ戦は一生懸命勝っていきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。